段はどの試合が一番楽しみ？メイン。うん。山さんが壮絶にボロコボロコボコボコにされるんだろうか。ボコボコにするかもしれないよ。いや、されるでしょ、あのね。ボコボコにするかもしれないよ。カレーですか？え、カレー作るよ。すごくね。もうめちゃくちゃだよ。4日前ぐらいにも変わってさ。もう慌てたよ。すごい。すごい。ボロついて鶏肉焼けるんだ。すげえ。お疲れ様です。今日はちょっとカレーを作らせていただきます。カレーを作ってまず鶏をやってます。カレー粉弱いんじゃないの？カレー粉弱いんですけど、絶対 IH がこれだけなの。そうなんです。IH が弱くてです。IH しか使えないんで。負けるぞ。何を作るのか分かんないよ。何作ってるんですか？カレーだっつってんだろ。カレー作ってんだよ、対決だろ、対決。ほら、カレーを皆さんのために作ってます。対決は二の次、二の次じゃないけど。あ、二の次ってなんだよ、私と初めてのシングルじゃないか。私だって今日持ってきたんだからね。本当だよ、ほら。ほら、ほら、ほら、ウインナーだ。ほら、一周、私ね、スリランカ行って思ったんですよ。一周回ってソーセージ焼くのめっちゃ美味しいと思って。一周回って、一周はちょっと回り方よくわかんないけど。ソーセージをシンプルに焼くとめっちゃ美味しいんですよ。だから私は焼くんですよ。マジかよ。そうだよ。だから早く使わせろ。早く沸騰しろ。沸騰しろ。ずっと鍋やってるじゃないですか。さっきね、あの取り上げてからかなり時間かかってて。そうですね。しょうがない、IH の力っていうのはそういうもんだ。そうですよ。頑張ってね。頑張ろう、頑張ろう。私も頑張るよ。はい、頑張って。頑張って焼くよ。頑張ろう。イエーイ。
何の台本もなく、何の意図もなく、ノリと勢いでやったんです。で、それが一切映画に使われてなかったっていう。そうなんですね。気づいたら僕裸になって今回は使われますよね。てめえやれんのかもな、やろって言われて。あんちゃんだよ、おいって脱がす。でも、選手みんなこう椅子に座ってこうやって下向いて笑ってた。何やってんの？カレー作ってんだよ。いやいや、ケータリングやってんだ。今日試合なんで、ちょっとやめてもらってるんですよ。いや、今日試合の日なんで。いやいや、そうそう、そうそうそう、ケータリングを食べに来たんでしょ。違うよ、作りに来たんだよ。試合がないのに、試合がないのにケータリングを。違いますよ、バイキングぐらいに来る。来られない、作ってんだよ。すごい、すごい良い匂い。カレー作ってんだ。美味しそう、美味しそう。そうじゃない。あ、美味しそう。食べます、食べます。ダメだ。おそらくイロハとクメも一番やりたいであろうタッグだったのではないかと私は思っている。私の中ではもしかしたら第一試合にウナギは一番お金使ってるんじゃないかなって。え、そうよ、思います。そうよ、本当にありがとう。あの誕生日という日に、今日誕生日なのに一番お金を使ってくれてありがとう。そうよ、しかも今日我々はギャラ2倍。違うから。ありがとうございます。違うから。もう最高でした。またやろうね。こんな組まれるんだったらタッグ全然組みます。いや、お前それやってありがとう。ダメだよ。